れて歩いております。挟ませるとすごい充電が可愛くできるので、いつどこでアイドルのねライブがあるかわからないので。皆さんこんにちは、まゆかです。普段はロリータモデルと美容の看護師として活動しています。今日はまゆかのバッグの中身の紹介をしていきたいなと思います。それではスタート。まゆかは普段からこのリュックを背負っているんですけども、ロリータのお洋服を着ている時もピンクのお洋服の時はリュックを背負っております。結構動き回ったりするので両手が空くの方がいいのでリュックを好んで使ってます。このリュックはここに大きなリボンがあってすごい可愛くて、通販でお迎えしたので、どこのブランドさんかはちょっとわからないんですけども、楽天でピンクリュックリボンって検索していただけたら出てくるかなと思います。まずこの iPhone です。私はここにポケットがついてるんですけども、携帯をここにポンと入れてよく動き回ってます。普段結構歩いている時とか電車の中ではこのワイヤレスのイヤホンで音楽を聴いているんですけども、私はアイドルがすごい大好きで、中でも声優アイドルさんがすごい大好きで、田村ゆかりさん、小倉優衣さんの曲をたくさん聴いてます。電車の中でちょっと暇になった時は、私もやってるんですけど中国の TikTok を見てます。その時も中国の TikTok の曲ってやっぱ中国語だったりするんです。で中国語のお勉強のためにもこれで聞いて、見ながら勉強 しながら中国のロリータの流行りをいち早くチェックしてます。でサイドのポケットにはあんまり物は入れないです。で中開けるとやっぱいっぱい入ってるので、こんな感じでたくさん物を入れてます。私は必ずこの子を一緒に連れて歩いております。この子はベイビーさんのうさくみゃちゃんです。カフェに行った時とかにこうやって置いて一緒に写真を撮ったりするとすごい可愛いので、いつも連れて歩いてます。あとは鏡です。鏡は大きいサイズをいつも持ち歩いてます。マイメロちゃんがすごい可愛くてお気に入りで使ってます。あとは手帳です。私は普段美容の看護師さんとして働いているんですけども、掛け持ちで3つで、今は4つ掛け持ちをしているので、今日はどこのクリニックに行くかとか、他のロリータのお仕事だったり細かくここに手書きで全て書いております。次にこちらです。こちらは患者さんから手作りでいただいたもので、ティッシュケースになります。可愛くて患者さんの温かみをいつも噛みしめてこちら使ってます。今はウィッグをつけているんですけども、普段も実はまゆかは結構髪が長くて、ご飯を食べる時にこれでガッと挟んで髪が食べ物に入らないようにこちらでまとめてます。で看護師さんの時もこちらで結構まとめてお仕事をしてます。あとお財布です。お財布はベイビーさんを使わせていただいてます。あとちょっと可愛くないんですけども充電器です。ピカチュウを挟ませるとすごい充電が可愛くできるので、これはおすすめです。いろんな可愛い、これの名前忘れちゃったんですけども、結構いろんなとこに売っているので、ぜひぜひお気に入りを皆様見つけてみてください。あとはハンカチです。こちらはファンの方にいただいたものになります。とてもふわふわしていて可愛くて使ってます。アクセサリーケースです。こちらもファンの方にいただいたもので、中にいろんなアクセサリーを入れてます。お洋服に合わせて変えたりするのと、結構付け替えたりして、外した時になくしちゃったりするので、ここに入れてなくさないようにするためにこちら持ち歩いてます。先ほどからそうなんですけど、まゆかはピンク色のものが好きで、ピンク色だらけのバッグの中身になっています。こちらペンケースです。中はボールペンだったり、ピンクのマーカーマーキーとか、なんか不意に何かこうサインをしたりするときに可愛い色の方がいいなと思って黒とピンクのマッキーを入れてます。あとこの大きなアリスのポーチなんですけど、こちらの中は髪の毛の
ものが入ってます。こちら前髪とか固めたりするケープと、あとは櫛、あとちょっとこうアホ毛だったりが出やすくて、アホ毛が出てるとロリータとしてちょっと可愛くないので、こちらでちょっと抑えたり、あと前髪とかもちょっとまっすぐに抑えるためにこちらワックス使ってます。あとはリボンを入れてます。私結構喉を壊しやすいので龍角散の喉飴を入れてます。あとちょっと美容の看護師さんっぽいものなんですけど、こちらダイエットチョコレートです。のカロリミットみたいな感じで、食事の前に食べると痩せるよっていうチョコレートで、最近出たものなんですよ。で本当に痩せるのかなと思って、今試しにこちらカバンに入れて食事の前に食べてます。で味はめちゃめちゃ美味しいです。あとはまゆかはめちゃめちゃ辛いものが大好きで、マイ唐辛子を持ち歩いてます。食べるものすべてにめちゃめちゃたくさん唐辛子を入れて、毎日辛いもので溢れた生活を行ってます。こちらサイリウムです。こちらちっちゃい細いタイプのサイリウムなんですけども、いつどこでアイドルのねライブがあるかわからないので、こちらいつも入れてます。こちら色も変わるので、推しの色に合わせて変えることもできて、これは持ち歩きやすいのでとってもおすすめです。で最後またポーチになります。こちらもお友達からいただいたとっても大切なポーチです。ジェラートピケさんのポーチになります。でこちらの中身はちょっと美容のものが多いです。カラーコンタクトだったり、あとは日焼け止めです。こちらの日焼け止めは肌を白く見せてくれる効果もあるので、すごいおすすめです。あとハンドクリームです。私はちょっと看護師さんなので手がすごい荒れやすくって、たくさん手を洗うので、乾燥とか赤切れとかで手が感染しないようにハンドクリームはいつも持ち歩いてます。あとはこちらは髪の毛のピンとかゴムとかこちらの中に入れてます。あとこちらはお洋服に食べ物のシミとか、あと不意に口紅だったりがついてしまった時に使うものになってます。ティッシュとこちらでトン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 ってするとすぐトン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 ってすると綺麗に落ちるので、こちら本当に何かがあった時のためにいつも入れてます。あと私は辛いものが好きで赤いものをめちゃめちゃ食べるので、こちら本当に必需品です。大切なお洋服を守るために皆様もぜひぜひ入れておいていただいたらなと思います。リップです。目が結構乾燥しやすいので、こちらカラーコンタクト用の、目薬です。あとこちらは香水です。持ち運びしやすいちっちゃな香水で、私の好きな香水の香りは甘めなものがすごい好んでます。でお花のものもすごい好きなんですけども、どっちかっていうとちょっとキャンディーを思わせるような本当に甘い甘ったるい香水がすごい大好きで使ってます。あとやっぱりこういった可愛いお洋服を着てる時、香りも可愛い香りがしたら絶対もっと可愛いなって思って、こちらはいつも入れてます。あと最後に一番大切なのがこちらです。こちらは雑誌の付録なんですけども、ライトになってて、自撮りをするときにこうやって照らして携帯に挟んでこうやって自撮りをします。これをすることで自撮りがめちゃめちゃ可愛く盛れるのと、画質が上がるので、こちら室内とかちょっとカフェね、可愛いカフェなんだけど暗いカフェとかあるんですけど、そういった時にすごいおすすめです。以上がまゆかのバッグの中身紹介でした。ロリータさんは基本的には絶対リュックは背負わないかなって思うんですけども、まゆかはやっぱり動くことが多いのと、動いてるロリータちゃんってすごい可愛いなって思うのでリュックを背負ったりするんですけども、やっぱりお上品に見せたい時はこのようなバッグを持っています。で私は結構荷物が多いのでこんな感じで2つ持っています。こちらはすごいキラ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 して可愛いスワンキスのバッグになります。こちらはベイビーのバッグになります。
以上が私のバッグの中身の紹介でした。私の荷物は本当に多くって、ほとんどピンク赤系のものがたくさん多かったなと思いました。私がないといけないものはこのうさくめちゃんとこのライトです。やっぱり結構外に出て撮影することが多いので、この2つは可愛いを保つアイテムだと思っていて、必ずこちらは持っています。以上、私のカバンの中身の紹介でした。まゆかでした。バイバーイ。